そうでよかったです。グラスちゃん、エルちゃんいつ帰ってきたの？今日の朝です。早くトレーナーさんのところに顔を出したいって言ってましたよ。へえ、結構律儀なところはあるんだね。ん？いや、おはよう諸君。TM オペラ王。おや、意外だな。エルが僕に再会できたことをそんなに喜ぶだなんて。案外可愛いところもあるじゃないか。 TM オペラ王が私を出迎えるなんて、私も大物になった証拠ですね。僕の話を聞いてたのか。僕はエルの出迎えに来たわけじゃないぞ。ねえ、だったら何しに来たの？スペシャルウィークに話があって来たんだ。さあ、彼女を出してくれたまえ。あ、どうしたんだい？あの、スペちゃん、今実家に帰っちゃってて。怪獣レース、ライバルたち。ということだ。わざわざこの僕が会いに来てあげたというのに。スペちゃんに何の用があったんですか？もちろん、僕は彼女にライバル宣言をしに来たんだ。ライバル宣言？オペラ王、ちょっと顔貸してもらっていいですか？僕の顔は高いぞ。いいから来るんです。 おい、僕は猫じゃないぞ。おい、引っ張るなってば。なんだかまた騒がしくなってきたね。ですね。あ、ハナさん、ゲート直しておきましたよ。どのゲート？え、どれって？1番ゲートですけど。7番ゲートも少し引っかかりがあるように思ったけど。え、マジですか？すいません、すぐチェックしてきます。まったく。トレーナーさん！ん？エルコンドルパサーとテーマオペラ王？おい、どうして走るんだ！少しでも早くトレーナーさんに会いたいからです。オペラ王はゆっくりでもいいですよ。僕はどんな勝負も負けたくない。それは私もです。この勝負僕の、私の勝ちです。この勝負僕の勝ちだな。いえ、今のは私の勝利です。まったく、二人して朝から何をしてるんだ。トレーナーさん、エルコンドロパサー無事日本に戻ってまいりました。出迎えに行けなくて悪かったな。それより二人とも、どうしてレースをしているんだ？まだ授業中のはずだが。すみません、二人でトレーナーにお願いをしに行こうって話してたら、成り行きでどっちが早く着くかみたいな感じになっちゃいまして。お願い？はい、僕たちどうしても戦いたい相手がいるんです。戦いたい相手だと？トレーナーさん、私負けっぱなしは性に合いません。ブロワイエとの再戦お願いできませんか？エル、僕もスペシャルウィークとの再戦を希望します。オペラ王、京都大商店では彼女を意識しすぎて不本意な結果になりました。だけど次は彼女を意識することなく自分のレースがしたいんです。そういうことか。キング、エルちゃんのお土産のお菓子美味しかったよね。どうして私があなたと一緒にトレーニングをしないといけないのよ。あれってさ、なんて名前だっけ？確か、マカロン？マカロンよ、マカロン。っていうか、セイウンスカイ、あなた私の話を聞いてたの？別によくない？次の天皇賞、スペちゃんといい勝負したいし。
それはもちろんそうだけど、それとこれとは別よ。私はあなたとつるんでいるわけでは。あれ、どうしたの。エル、いつまでため息ついてるんだ。しょうがないでしょう。少なくとも年内はチャンスがなさそうだし、これじゃあ証拠不十分のままです。なあ、もしかして消化不良って言いたいんじゃないのか。だからそう言ってます。言ってないだろう。ねえ、こんなとこで何してんの。せいちゃんにキング。釣りじゃなさそうだし、もしかして泣いてるとか。泣いてなんかない。泣いていなかったとしても心の中では泣いてるんじゃない。あなたたち、ちょっと負けたくらいでそんな心機臭い顔をしているようでは、この先大した結果は残せないわよ。別に僕は落ち込んでなんて。いや、キングの言う通りだ。僕は落ち込んでいる。スペシャルウィークとの再戦は年内に叶うかもしれないってトレーナーは言ってくれた。でも僕が彼女をライバルだって意識しても、彼女はそう思っているかどうかわからないんだから、意識しすぎるなって言われたんだ。スペちゃんモテモテだね。まったく、君たちが羨ましいよ。互いにライバルだって意識し合える友達がいて。ちょっと何勝手なこと言ってるのよ。ねえ、別に相手がどう思っていようと、自分がライバルだって思ってればそれでいいんじゃないの。そんなのダメに決まってるじゃないか。この僕を意識しないなんて、そんなのは僕のプライドが許さない。それじゃあそういう馬娘を探せばいいでしょ。セイウンスカイ、時間の無駄だから行きましょう。うん、じゃあまた明日ね、エルちゃん。はい。今日の夜ご飯何かな。さあ、私たちも帰りましょうか。必ずまた強い相手と走る時は来ます。その時までトレーニング頑張りましょう。自分が情けない。エルに気を使われる日が来るなんて思わなかったよ。すみません、さっきからずっと具合悪そうに見えたので気になってしまって。大丈夫ですか。大丈夫です。ちょっと二人で青春の悩みを話していただけですから。まあ、ならよかったです。いや、まあ間違ってはいないけど、改めて言うと恥ずかしいな。いえ、ごめんなさい。テイエモペラ王さんだったんですね。珍しくしょげてたから分かりませんでした。親近感抱いちゃいます。あれ、君は。名称ドトーと申します。オペラ王さんと同じクラスなんですけど、私地味ですから覚えてませんよね。あ、いや、そんなことないよ。あ、うん、確か教室の後ろ扉の方の席で見た記憶が。あの、私の席窓側なんですけど。あ、ごめん、今のは間違いで。その、私のことなんて別に気にしてないんですね。あ、ごめん。もういつまでイチャイチャしてるんですか。行きますよ。号外、号外だよ。お、ゴルスタ新聞の号外だよ。鈴鹿のルッキーレースが決まったぞ。え、鈴鹿さんのオペラを。私ちょっと新聞取ってきます。ああ、僕も行くってば。ちょっと待って。ねえ、ドトーも行くかい。はい。ゴルシタン新聞、今日だけ無料だよ。毎度。
さあ、号外号外、鈴鹿の復帰戦が決まったよ。鈴鹿さんの復帰戦、新聞ちょうだい。はいはい、慌てない慌てない、まだまだあるよ。さあ、オルシチョン新聞、まだまだあるよ。ゴールドシップさん、やって、学園内での勝手な新聞の配布は校則違反ですよ。じゃあ、フォトで配ってくるんで、バイビーって。あん、あら、待ちなさい。危ないですよ。鈴鹿が戻ってくるんだ。チケット、呼ばれてないか？え、私？チケット、チケットどこにいるんだよ。チケット、はぁ、メジロライアンだ。おーい、ライアン、こっちこっち。ほら、声が大きいって。きっとあのことだろうな。あのこと？チケット、やっと見つけた。よかった。あのさ、1秒でも早く伝えたくて。あ、琵琶早秀になりた大使もいたんだ。で、君たちはいつも一緒につるんでたっけ？こいつとは気が合わないな。まあまあ大使。あ、それで何を伝えたいの？鈴鹿の復帰の件だろ。鈴鹿復帰決まったの？ああ、ボルシちゃん新聞もらわなかったのか？え、見せて。おっと、それは私が言いたかったのに。悪いな。すっか、ほんとよかった。ちょっとチケット、よかったね、すずか。おい、ライアンまで。嬉しいのはわかるけど、少しくらい人目を気にするとか考えてよ。大臣はどうなんだ？ま、いいんじゃない。そうだな。でも、これは勘弁してほしい。そうだな。このお味噌汁はうまいな。オグリキャップさん、お味噌汁に涙が入ってますよ。おーい、ナイスレジャー、どこ？おーい、ちょっと、姉ちゃんにも早く教えたいって言い出したのチケットでしょ。チケットも声出していかないと。どうしたの、チケット？ねえ、私たち鈴鹿の復帰レースに出られないかな。え、これってさ、今度こそ天皇賞の時の決着をつけることができるってことでしょ。あ、なるほど。ねえ、今からトレーナーさんのところに行ってお願いしてみようよ。あ、それか、鈴鹿のところに行ってお願いしてもいいかも。いいね、あの日の決着をつけたがってるかもしれないし。はいはい、やめやめ。あ、姉ちゃん、探してたんだよ。あんたたち、納金すぎでしょ。納金？脳みそまで筋肉だって言ってんの。いや、それほどでも。おい、褒めてないって。もう姉ちゃん、いつまで怒ってるわけ？ねえ、機嫌直してってば。あのさ、鈴鹿は大怪我をしてからの復帰戦だって分かってる？もちろん、だから喜んでるんだよ。だったらさ、
そんな不安な時に勝負挑んだりするのは違うって分かんないかな。うん、私さ割とよく怪我しちゃうんだよね。だから鈴鹿のお見舞いに行った時もさ、退院最高って書いといた。ほんとさ、走れないのってストレスなんだ。でもいざ走れるって時にちょっち考えちゃうんだよね。もしまた怪我しちゃったらどうしようって。いや、私も不安で不安で眠れない時があったりしちゃってさ。あの姉ちゃん、ごめんなさい、ごめんなさい。私たちは自分のことしか考えてなかったんだね。本当ごめん、反省してます。ようやくわかった。そりゃさ、鈴鹿もきっとまたレースができるのは嬉しいと思うし、チケゾウともライアンとも勝負したいはずだよ。でも私たちのすることは今勝負を挑むことじゃない。って、なんで黙ってんだよ、なんか恥ずかしいじゃん。それだ。一応聞いとくけどさ、何がそれだなわけ？ご飯まであと10分だよ。はぁ、あ、嘘嘘、今のは冗談。引っかかった。まあこれくらいのバカ明るさの方が気になる時もあるかな。今度のジャパンカッププロワイヤーが出るんだって。前の日は鈴鹿先輩の復帰レースもあるし。鈴鹿さんよ、素敵。鈴鹿、あ、鈴鹿、おはよう。おはよう、ライアン。足、本当に大丈夫なの？え？あ、ライアン抜け駆け。抜け駆けって何の勝負だよ。だって一緒に言いたいし。わがままなんだから。じゃあ今一緒に言おうよ。せーの、応援に行くからね。ありがとう。取材に来ておいてなんですが、ブロワイエ本当に日本で走るんですかね。確かに今や世界一の馬娘と言っても過言じゃないからな。凱旋門賞、あのエルコンドルパサーでもかなわなかったですもんね。ジャパンカップは日本の馬娘に勝ってほしいですよ。お？シャークジャポネ、アンシャンテ。すみません、急いでいますから。やばい、本物だ。この目で見ても信じられねえな。ヴゼトルジャーナリストジャポネ。え？あなたは日本の記者ですかと尋ねていらっしゃいます。え、あ、はい。ヴネポネパドフォト、ズシープフトンブニュオージャポン、アヴェカンヌーボコスチュームスペシャルモンパクセットオカシオン。あ、私の撮影はしないのかと聞いていらっしゃいます。撮影？あ、します、します。ブロワイエさん、こっちに笑顔をお願いします。アンスーレフプーラキャメラ、シルブプレ。ジュスイヴニューファセットコース、アロージュポメオプブリックジャポネ、デューリオフィールルメイヤーデスペクタク。すごい人気。こりゃ勝ち目ないかもな。マドマゼル・ボイエ、セビアントル、ビアンス、オフェッ、ジェニファー・バーブルモンド、ブプレモムネ・ディスカルトモン・ケッパー、アプレッサ。え、連れ出すですか？ジャヴェ・ビアンス・アーチュー、ドゥ・ラ・クープ・ドゥ・ジャポン、メオン・ヴェリテ、イリア・ヴェオ・セオ・ティ・ショース、ドン・ジャヴェ・アーチュー。
ドンサンリウロンタン。遠い場所で、だそうです。記者の皆様、本日はジャパンカップ参加表明記者会見にお越しいただきありがとうございました。用意周到だな、こりゃ。明日は公開トレーニングも行いますので、あの、通訳さん、何でしょうか。さっきブロワイエさん何を話してたんでしょうか。さっき、と言いますと。空港でブロワイエさん何か言ってましたよね。ああ、私はここにレースをしにやってきた。必ず日本のファンのみんなに最高のレースを見せると約束しよう、です。なるほど。ありがとうございます。あの、もう一ついいですか。何でしょうか。ブロワイエさん、空港であなたに何か囁いてましたよね。あれ、なんておっしゃっていたんですか。あれは会見でも何でもありませんので。いやいや、失敬失敬。でも特に秘密でもないなら言っても構わないでしょう。彼女に言うなと言われたんですか。いえ、そういうわけでは。じゃあ話してもらえませんかね。ジャパンカップの他にあと一つ楽しみにしていることがあるので連れ出してほしいと。楽しみなこと。あのブロワイエさん、お水持ってきましょうか。Would you like to have your water? Thank you so much. Je veux un pain soufflé. Si seulement j'étais venu un peu plus tôt au Japon.Où est-ce que vous vouliez aller? Ah, je le dirai au conducteur. Pas besoin de vous inquiéter. Oh, merci. Ne serait-ce pas là une adorable petite? Ah, mademoiselle Broyer? On va-t-il comme ça à une pareille? Allez, moi je suis là. Voyez-vous ça?Je le savais. C'est vraiment une mignonne petite. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. C'est intéressant. Ah, je l'ai arrêté. Désolée. C'est bien. Hé, cette personne est peut-être de Kyushu? Onchan a dit que les gens de Kyushu ne comprennent pas les mots. Ah, non. Cette personne est venue de France. France? わかっちゃった。鳥取県の隣でしょ。一体どう言えば。Je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais c'est tout d'un spectacle comique. あの、フランスは海の向こうです。海の向こう？あ、それじゃあ長旅してきたんだね。分かってもらえたようですね。うん、だってすごく疲れてそうだもんね。疲れてる？ん？あのね、私も毎週あそこから出てる船で四国に行くんだけど、長旅って結構疲れちゃうんだよね。Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit que vous avez l'air fatigué. Est-ce que ce serait une cause connue? Comme ça, peut-être mieux. Comme une faiblesse. Je sais pourtant de dissimuler ce genre de choses.どこだかわかんないけど難しい方言だね。あ、そうだ。ちょっと、私たちはそろそろここを離れようと思うのですが。あった。はい、これはね、高知で人気のカツオのフィギュア。疲れてる時は可愛いぬいぐるみ見てると癒されるからあげるね。カツオって可愛いですか。うん。Merci. J'en prendrai soin. Yorokonde kurete yokatta! Hikitomete shimatte sumimasen deshita. Broai-san wa shumatsu no Japan Cup ni shitsujou saremasu node, zehi jikan ga areba okoshi kudasai. Nanika orei wo sasete itadakimasu. Japan Cup? Ah, sore nara Spe-chan no ouen ni iku tsumori datta kara daijoubu.
ブロワイエさんです。そうそう、ブロワイエさん、新しい高知土産どっさり持ってくね。エルブドゥモンドゥルパッテパンダンラクープデュジャポン。マクシ、ジムソンデジャーフビゴゲ、元気が湧いてきただそうです。よかった。じゃあ私骨が出ちゃうから行くね。バイバイ。気をつけて行ってきてくださいね。運転手さん、すみませんでした。目的地へお願いします。はん、すねにゆぬこくしね、にゆぬパトゥドゥラパン、メスポーソン、プレビアムパフテッションス。まったく、どうして私があなたにご飯をおごらないといけないわけ。まあまあ、お花さん、俺たちの仲じゃないの。どんな仲だって言うの。いや、腐れ縁っていうか、ライバルっていうか、友達以上恋人未満っていうか。どこの誰が友達以上だって言うのよ。まあまあ、それよりさ、ブロワイエの記者会見、お花さんも見たんでしょ。ええ、学園中その話で持ちきりだったわ。さすがは凱旋門賞の覇者。きっと今頃お偉いさんに囲まれてパーティーだな。ねえ、何か対策は考えてるの。どうかな。トレーナーである私たちにできることはまだあるわ。エルの仇を討つという意味でも、あなたとスペシャルウィークには。どうしたの、もしかして泣いて。ねえお花さん、今日寿司にしない。ほら、あそこの寿司屋。はあ、あ、なんだ、今日は貸し切りかよ。寿司屋を貸し切るなんて一体何様なんだ。ねえお花さん。あ、あ、お花さん、お前の方こそ何様なんだ。うわ、今日という今日は説教してる。スネパンプラスディソン。あ、すいません気が利かなくて。へい、上がり一丁。お茶ではなく外が騒がしいなとおっしゃっています。外？飯時なんてここいらへんはいつもこんなもんよ。それよりさ、わざわざフランスなんて遠いところからうちの店に来てくれるなんてほんと嬉しいね。それは私も不思議なんですが、ボコーバショージーズレストランエルコンドフパサ、ムラハコモンディ。エルコンドルパサーさんですか。アンヴェリテ、エルマドネドフォースインリスドセフコモンダシオンドハストランジャポネ、ロアドソンセジュンフランス。エルディゼクセテアンコフプリフィアブ、クレデトルミシラン。エオネフェ、セヴヴィアンドゥ、ノン、トワゼトワ。セデリシュ。あの、どうやらこのお店はエルコンドルパサーさんから聞いて知っていたそうです。ミシュランより美味しいと。エルコンドルパサーって言ったら会長だよな、会長。いやー嬉しいね。レジャポンエタンペイメベイユ。日本は良い国。ジュシラヴァンクーヴドゥプリドゥラクドゥトリオンフ。Il est donc normal en tant que champion de bien s'exprimer et se comporter devant un large public. Cependant, il arrive que l'on soit fatigué à force de toujours être coude à coude avec les autres filles. Surtout lorsqu'on va pour la première fois dans un pays aussi lointain. Maintenant que j'y pense, elle contrepasse à remporter deux victoires à l'étranger. Je la respecte beaucoup.Cependant, les rencontres d'aujourd'hui et ce délicieux repas m'ont mis du bon au corps. Je pense pouvoir donner le meilleur de moi-même lors de la course. Merci, mademoiselle l'interprète. Et merci, chez Maître Sushi. あの、彼女は感謝をしています。私も疲れる時もあるが、今日は…おっと、通訳の姉ちゃん。別に翻訳してもらう必要はねえよ。お分かりになったのですか。いや、言葉は分かんねえけど、いい時間を過ごせたんだろう。顔見りゃ分かる。まあ、間違ってはいません。
だろ。ですね。Je trinque à cette présente nuit et aux adorables petites filles du monde du Japon. すごい。大丈夫ですか、エル。誰か近くで私の噂をしてるみたいですね。いい噂だといいですね。面でさ、ウィンタードリームトロフィーに出られなかったことショックだったんですね。そんなの私だってショックだぜ。イナリワンさんもショックなんですか。当たり前で。学園にいるウマ娘ならみんな一度は走ってみてえだろうしな。ゴン。イナリワンさんはちゃんとしてますね。私なんてオグリキャップさんの出場が決まって嬉しいくらいで。クリークはのんびり屋なとこ変わんねえな。こらー、二人ともいつになったらうちに話しかけんねん。このままやと日が暮れてまうわ。はぁ、あ、話しかけて欲しかったんだったら最初からそう言えばいいだろ。このバカバカ言う方がアホやっちゅうねん。ブルルうるせえ、ジャリンコ玉も。あー、誰がジャリンコやねん。ジャリンコだろ。いや、あの、みんなが見てますから、やめてくださいよ。エクストラレース、まだ見ぬ夢。いや、このインチ系どこ。おいは江戸ちゃうで。ああ、それは言っちゃダメなやつだろ。うどんとご飯一緒に食べるくせに。うどんはおかずや。もういつまで続くんですかこれ。何をしているんだ。オグリ、オグリはやめてくれ。オグリキャップさん、ちょうどいいところに来てもらいました。何かあったのか。なんでもあれへん。いなり、クリーク、行くで。なんでタマモクロス。まあいいや。そのトレイのランチ食べないなら私がいただこう。お約束かい。まあ、このランチ本当にあげるわ。タマモクロス、もしかして怒ってないか。ふん、行くで。あ、じゃあまたな、オグリ。すみません、この二人ともちょっと待ってください。タマモクロス、私から逃げるように立ち去っていったが、何かしてしまったんだろうか。トレイのご飯が残っているのはもったいないと思い、思わずいただこうと言ってしまったが、もしや別の場所で食べようとしていたのでは。そうだ、理由もなくご飯を譲るわけがない。オグリキャップさん、スーパークリーク、ごめんなさい。さっきは何も言わずに消えちゃって、だからちゃんと謝りたくて。いや、別に謝ってもらう必要はない。ただ聞いておきたいことが。私は何かしてしまったんだろうか。それは。おい、タマコ、いつまでだんまりしてんだよ。言いたいことがあればちゃっちゃと言えばいいだろう。もう、どうせオグリキャップがウィンタードリームトロフィーに出られたのに自分は出られないからって拗ねてんだろ。はあ
はぁって違うのか。全然ちゃうわアホは。うちはな、友達が認められたんを妬むような器の小さい馬娘はないで。ま、背は小さいけどな。そりゃ悔しい気持ちもある。でもな、うちはオグリより自分が下やって思てへんで。来年のウィンタードリームトロフィーはうちの番や。さすがタマコ。まあ腐った魚みたいなこと考えてるんじゃないってのは分かったけど、そんじゃ何が言いたいんだ。それはウィンタードリームトロフィーの日な、うち道着でオグリの応援してやりたいって思ってるんや。でもクリークはともかく、いなり、あんたは悔しいかもしれへんって思ったら、なんや声かけにくうて、はあ、タマもここに座ってもらおうか。いなり怒っとんのか。あったりめえで。おうおう、この稲荷さんがそんなしみったれた馬娘だってマジで思ってんだったら、未来永劫絶交だ絶交。ほな、私はあいつの最高の走りを引き出すためなら焼肉食べ放題をおごるくらいの覚悟だ。なんやて稲荷。ふふん、私の本気わかったか。本気も本気、超本気やんか。あんたの覚悟見届けたるで。ああ、でもどないしたん。こんな話だったらさっきオグリがいる時に話した方が良かったんじゃないか。はっ、私たち黙って立ち去っちゃっただろ。ちょっと態度冷たかったんじゃないか。ほらあいつ隠してるけど結構傷つきやすいとこあるしさ。せやかて稲荷、あの場合一緒なんやん。まあ明日ちゃんと謝ろうぜ。ウィンタードリームトロフィー前にオグリの心配事増やすのはまずいしさ。せやな。結局寮ではオグリに声かけられへんかった。教室に入ったらちゃんと声かけんと。みんなおはようさん。あ、なんや、なんかあったんか。なんでみんなオグリ見てるん。タマモクロスさん、よいしょよいしょよいしょ。急いでんのやったら急がんかいな。大変なんです。じゃあ耳つかまんといてって。オグリキャップさんが今朝朝食を食べなかったそうなんです。なんやて。あ、なんでもないねん。クリークがボールウィンナー知らへんって言うからちょっと驚いただけや。クリーク、それほんまな。はい、もしかしたら昨日のことがショックだったのかも。ほんまにそうやったらうち応援どころか足引っ張ってもうてる。どないしたら。どないしよ、クリーク。大丈夫だと思いますよ。今日の晩ご飯はオグリキャップさんの大好物の。でもあいつ昼飯も食べへんかった。そんなん学園史上初めてや。クリーク、うちは友達失格や。もう顔ちゃんと合わされへん。
丈夫ですよ、タマモクロスさん。ねえ赤て、ちゃんと説明すれば元気になりますよ。クリークの言う通りや。うち、ちゃんと誤解を解く。そうと決まったら、オグリのとこ行かなな。待ってろよ、オグリー。うるせえ、タマコ。ところ構わずすぐに叫びやがって。関西人はみんな声が大きすぎで。なんや、いなり、お前今頃現れ腐って。今な、オグリが大変なんや、わかってんのか。わかってるって。だからお前らを探しに来たんだろ。ほら、早く手伝いに来いって。はぁ、どっこいしょっと。どうもどうも。いやはいはいはい、もうありがとうね、ありがとうね。お足元にお気をつけください。いやいや、理事長、ようこそいらっしゃいました。まあ誰かと思えば支配人、もういつも悪いね。なんかあれなんでしょ、ここのご飯、学園の子に人気なんだよね。ああ、それはそれは光栄の極み。栄誉あるウィンタードリームトロフィーの抽選会、最高のおもてなしをお約束いたしましょう。よっしゃ、間に合ったぜ。何事ですか。ありがとう、みんな。人を担いで走るのは勝手が違いますね。今日は朝昼抜いてきたから少しは軽いと思うのだが、すまないな。あのお客様でしょうか。あんたはこいつを知らんのか。こいつはうちらの誇り、オグリキャップや。ウィンタードリームトロフィー枠順抽選会の招待選手や。あ、失礼しました。お足元気をつけてください。ありがとうさん。あらあらあら、オグリキャップくんに、まあ稲荷ワンくん、タマモクロスくんに、スーパークリークくんも、まあまあまあ。なあ、コロンさん誰や。 URA 理事長だ。え、お偉いさん。はい、まあね、今回のね、ウィンタードリームトロフィー、まあ君たち世代ではね、オグリキャップくんでしたが、来年は君ら全員が揃ったレース期待していますよ。はい、ありがとうございます、理事長さん。ところでね、オグリキャップくんはどっか調子悪いんですかね。なんかみんなに担がれてホテルまで来たようだけど。あ、それは。おい、いなり、恥ずかしいから言うのはやめてくれ。理事長、こいつ今日の抽選会で出るご飯を山盛り食べるために朝ごはんと昼ごはんを抜いとったや。せやけど。はい。私が代わりに話す。おい、やめろってば。オグリ、朝昼抜いたらお腹空きすぎて動けなくなって、それで私らが担いできたってわけ。まぬけすぎ。ああ、言うなって言ってるのに。ん？まあ食い意地の張った話ですね。やろ、理事長。おい、ダメだからね、やっぱり。やめてくれ。おい。でもオグリキャップさん、昨日のことを全然気にしてなかったんですね。よかったです。ああ、それ私も気になって聞いてみたんだけどさ、気にはしてたみたい。でもあいつが気にしてたのは、ご飯まで譲ってくれて応援してくれる私たちに最高のレースを見せられるかどうかだってさ。まあ。じゃあそろそろオグリ助けてやろうぜ。そうですね。あら、あそこにいるの、オグリキャップさんですね。オグリキャップさん、なんだか楽しそう。あんな顔見るの初めてかも。友達でありライバルだから笑えるんだと思う。
スペちゃん行こう。はい、鈴鹿さん。今日はどんなご飯が出るかしら。え、鈴鹿さん、そんなの気になるんですか。久しぶりの日本だもの。何か和食とか食べたいな。さあ、舞台は整いました。ウィンタードリームトロフィー、栄光の座はただ一つ。今、スタートしました。